衆議院補欠選挙の結果を受け、日本維新の会の馬場信行代表が、立憲民主党に対し、あの方々が野党第一党でやっておられても、日本の国は良くなりませんと発言したことに対し、立憲の泉健太代表は29日、立憲とことさら戦おうというような構図作りはあまり功を奏しないのではないか、自民党の政治に対する考えを示した方が、 良いいのではないかと一ししました維新馬場代表関西以外で小選挙区で勝つことは非常に厳しい状況日本維新の会馬場伸幸代表衆院補選の結果は総合的に我が党の実力のままの結果だというふうに思いますまだまだ関西以外で小選挙区で勝つということは非常に厳しい状況だと思います緊々行われるであろう 衆議院選挙に向けて全国的に全員が原点に戻って一からの活動を積み重ねていく。維新の馬場代表は28日、衆議院の補欠選挙で東京15区と長崎3区で公認候補が落選確実となったことを受け、このように話しました。維新、馬場代表、立憲が野党第一党でやられても日本の国は良くなりません。別に悪口を言ってるわけではない。 今回の選挙戦で立憲を叩き潰すなどと対決姿勢を鮮明にしたことを問われると維新の馬場代表は国会での立憲民主党さんの活動ぶりというのを毎日目の当たりにしています今非常に日本が厳しい情勢国内外で大きな難しい課題が山積している中であの方々が野党第一党でやっておられても日本の国は良くなりません これはもう実際の経験から申し上げていることで、別に悪口を言っているわけではないんですね。維新、馬場代表、選挙妨害は与野党を超えて協議し、公職選挙法を改正する方向でリードしていきたい。今回の選挙戦で問題となった選挙妨害について、維新の馬場代表は、今回の反省に基づいた公職選挙法をどういうふうに改正すれば、 今回のようなことがないか、なくなるかということをすでに指示していますので、これは与野党を超えて協議をして、公職選挙法を改正するという方向でリードしていきたいというふうに思います。また、衆議院解散総選挙について、維新の馬場代表は、1日も早く解散をして、国民と党員に、その判断が正しいかどうかということを問うていただきたいというふうに思います。 立憲、泉代表、今の政権は、信任に値しないということを明確にしていく。一方、立憲民主党の泉健太代表は29日、大阪市内で労働組合で作る、連合近畿ブロックと意見交換会を行い、次の衆院選に向けさらに候補者を擁立したい、考えを示しました。立憲民主党、泉健太代表、自民党が、 この選挙結果を受けても全くもって姿勢が変わらないということであるならば当然ながら我々はさらに攻勢を強めて解散・総選挙も含めて今の政権は信任に値しないということを明確にしてまいりたいと思います立憲泉代表立憲とことさら戦おうというような構図作りはあまり功を奏しないのでは維新の馬場代表の発言について問われると 立憲の泉代表は、独自性を出されたい、お気持ちはよくわかるんですけども、ただ立憲民主党はすでに自民党とのまさに、政治改革の戦いを続けていますので、立憲とことさら戦おうというような構図づくりは、あまり功を奏しないのではないか。むしろそこに力を入れるよりも、自民党の政治に対して、維新さんがどう思っているのか、ということを主張されるということが、 より今の政治を変えていく力になるんではないか。